皆さん、こんばんは。人間力大学 YouTube 対談のお時間がやってまいりました。<ー>今回はですね、人間力大学2回目の登場という形で、水橋琴美さんですあ。よろしくお願いします。水橋琴美です。す大島さんからですね、ぜひ琴美さんの紹介をよろしくお願いいたします。いや、もうあの、琴ちゃんは波動の上がる学校が今大ブレイクで、 ね波動の上がる学校の名前をつけるのを一緒につけてた時だったそう,そうです身の親をしていただいてねしかも韓国だったよねあそうです韓国でいきなり降りていきましたよね<あ>名前はそうそう韓国でだからそう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 。名前にずっと悩んでてそれまでが高波動コーチングだったっけとかあとプラチナスクールっていう名前だったりとかして、うん、まあちょっとそれだけだとわかりづらいよねみたいな感じだったんですよ ですねでもそもそもそれはゴーもうやっぱりいろんな人たちの波動が上がるそれがゴールっていうかね波動本当に波動を上げていくのはコちゃんスペシャルなやっぱり特,特技っていうか一番のその専門なのでやっぱ今あの特にこのエネルギーを上げていく波動を上げていくっていうことがひこれもう俺も今日さっきグルコアがあったんだけど大島さんはどうやって エネルギーや波動を上げてるんですかとかっていう話の質問があって、うん、でとにかく一番これ優先順位が一番高いですって話をしたんだよね。うんうん、で,でも波動とかそのエネルギーを上げることが最も優先順位が高いって思ってない人たちの方が多い,いやー。そう、だからすごくまずはそれを最優先事項に。 持ってくることが大事なんじゃないかなっていう話をしたところだったんだけどまさにその今本当にその世の中っていうか人生においてその波動を上げるとかもうやっぱり高いエネルギーでいるっていうことが最もそのやっぱ人生をより良くしていくっていうかその周りに与える影響も大きいし周りも幸せにしていくので自分の人生も周りの人生も人たちの人生も大切な人たちの人生も あの幸せにしていくためには、やっぱその自分自身のエネルギーを上げていくというふうに思うわけなんですが、その、はいえー、学校をやっていることちゃんです。あ<ー>、おはようございます。<laughs> 紹介でした今。<laughs> 紹介、紹介、<laughs> ありがとうございます。はい。<laughs> そしてですね、ことみさんが今度10月の30日に人間力大学にですね、はい、ご登壇いただくんですが、タイトルが、はい、人生全体が覚醒する人間関係の 極意というタイトルでやらせていただきます人生が覚醒する人間関係、はい、人生全体が覚醒しちゃう人間関係の極意です <laughs> かそれはでも波動を上げることじゃないのまた違うのいやもちろんそうなんですけれど<だ>この私たちの自分の波動状態って、うん、実は人を通してしかわからないんですよあああ自分の波動状態が今どの 1>, 1, 1というかどういう状態なのかって家で一人で瞑想してたり家で一人でいたらすごく波動がいいように思うんですよ。なるほどね。だけど本当の自分の状態が分かるのは人と接したときなんですよね。え<の>、うん、自分の心の状態が何点とかっていう点数は自分でよくつけたりするけど自分が今下がってるなとか上がってるなとかって言うのは分かったりするけど、はい、そ,のそれとまた違うんだ。 うん、こう自分の中でセルフで今、自分はこれぐらいだなってこう観察するのもまあ観察はできるんですけどでもよくありません、自分では全然もう気にもしてないようなことを<ー>ふと人から何か言われた時あれこんなに落ち込む自分がいるんだとかああなすごいこんなに嫌悪感を抱く自分がいるんだとか,なんか人とのコミュニケーションの中で気づかされることってあるじゃないですか。あ<ー>、うん、あるるるこれってセルフじゃわからないんですよ。 なるほど,なるほど、うん、でこの人間,関係におい人間関係の中で人が自分を見せてくれる自分ではたどり着けない自分の深い部分がどうなってるのかを人を通して見せてくれるっていうのがこの私たちの,あの三次元の人との関わりってそういう意味があってだから本当にこう大昔は覚醒するって言ったら山にこもって一人でこう瞑想とかをして。 やってた時代っていうのがあるけれどもそれってあの本当の本当の覚醒になりきらないこともあって一人で山にこもってるとねでも本当の意味での覚醒はよくあのお坊さんとかが千日開放業とかをされるけれどもそれで自分がすごい人間になったとかじゃなくてそういう方がよくおっしゃるのはそこから日常生活に入って実際日常を生きるっていうことが一番の修行でありそこが一番 あの大切なところです。よっておっしゃったりするじゃないですか。で、うん、私たちはやっぱり人との関わりの中で自分を見る。本当の自分を見ることができるし、自分を変えようとするときにもやっぱり人との関わり、なしには本当の意味で自分を覚醒できなかったりするんですよ。なるほど。なるほど、うん、その方がスピードも速いし、人と一緒にやる方がうんえ。その上でそのじゃあ、うん、人との人間。 あのコミュニケーションとかを取っていく上で、なんか琴美さんが軸にしている部分とか、スクール生たちに伝えている何かポイントとかってあったりするんですか？ポイントね、これあるんですけど、私なんかこのポイントをみんながちゃんと抑えるようになったら、例えば今こう若い方でね、自殺されてしまう方とか多いじゃないですか。そういうのだいぶ変わるんじゃないかって思っていることがあって、なんかあのあ<っ>世の中ってどうしても。 えー、みんなと仲良くしましょうっていう風潮があるしみんなと仲良くできる人が素晴らしくてで、喧嘩が良くないことであり好きになること好かれることはいいことだけど嫌うこととか嫌われることは悪いことダメなことみたいな感じになってるじゃないですかこれが実は一番危険で、えー、危険危険なんですよおかしな話なんですよこれってこんなことしたらみんな愛し合えなくなっちゃうんですよ ははははみたいな <laughs> えなんかだって、ね好,き好,きね、好きがいいことだとみんな好きを目指そうとするじゃないですか。うん、で「<う>好かれる」を目指そうとするとなんかいいことのように見えるんですけどそれは結構どちらかというとあんんまりよ,なんかよろしくないことも多いんですか、うん、もう私たちがみんなと愛し合うっていうことを成し得るためにはあのー、好きっていう感情も大事だけど嫌いっていう感情も同じだけ大事なんですよ。 <laughs> 好きっていう感情は素晴らしいけど嫌いという感情は劣った感情とかあの人間性がなってないから怒っちゃう感情とかじゃないんですよ。はいはい、感情はすべて意味があってすべて大切なもので、うん、この辺をその、ね、30日の本編のところでもしっかりお話ししようと思うんですけどここの認識がみんな間違いまくってるから <laughs> あの逆に争いが絶えなくなってくるんです。人間関係 ええまず、まあ、当日もお話ししていただくと思うんですけどうん、うん、何かその上でこれポイントにしておくといいよっていうのは、はい、じゃあなんか今の話聞いて嫌われようってはならないと思うんですけどここから始めたらいいよっていうなんかステップ1みたいな考え方があってます、はい、あまずこ,うこのキーワードを覚えておくといいかもしれないっていうのをお伝えすると、はい、聞きたいです。うん、あのまず、えー、そうだな例えば 人と接する時に好かれようとか好きになってもらおうっていうのがゴールで嫌われたらそれはいけないことだとか嫌ってもいけないことだとかじゃなくて私とあなたがどんなふうに愛し合えるのかどんな相性なのかを観察してみましょうっていうスタンスで人と接するどんな化学反応が起こるのか自然現象をこう観察していくっていうか。 だからそのままの私をでコミュニケーションを取ってでそしてそ向こうから来るコミュニケーションをそのまま捉えてそれを無理くりいい関係にしなきゃとか好かれなきゃとか好きになんなきゃじゃなくて自然と私たちがどんな関係性に発展していくのかを自然を観察してみようっていうのが私たち自然界の生き物ですからこんな感覚で人と接するようになると。 いいんじゃないかなっていう、まずキーワードはめっちゃあるんですね。大島さん、面白いですよね。なんか、この人間関係といえば、いや頭はついてついてってなくて、<laughs> だから、これは当日聞いた方がいいのかなとか、聞かなきゃ分からない部分がやっぱりいろいろあるけど、うんまあ、簡単に言うと、私たち相性で成り立ってるので、 う,ん、うん世の中の人って例えばじゃあ子供があのいじめられて命を絶ってしまうっていう場合にねあの自分がいじめられているのは人として価値が低いからいじめられてるんんだって思うと思思うんです、ね、うでいる自分が人として価値が低いからいじめられているこの価値の低い自分のまま世界中どこに行ったっていじめられるじゃないか居場所なんかあるわけないってなっちゃうからもう生きていたくないってなっちゃうと思うんですよ。 高い点数の人が人気があってみんなから好かれて仲良くできてこう人としてレベルが低い人が嫌われてっていうんじゃないんですよ本当は全部相性なんですよ、うん、だから今目の前の人とうまくいかないのは私がいけなかったからとか相手が劣ってるからとかじゃなくて相性なだけでそうん。ラーメンとソフトクリームはどっちも美味しいけど 混ぜたら気持ち悪くなるっていうだけじゃないですか。うんうんね。うん、それはラーメンのレベルを上げればいいのかとか。もっとソフトクリームがこう。ハイレベルになればいいのかとかではないですよね。相性の問題じゃないですか？うん、うん、だから人間関係。みんなこういうふうに捉えればいいんだけど、どうしても好かれなきゃいけない。嫌われたってことは私ダメなんだとかいい女になったらモテるけど、いい女じゃないから誰からも相手にされないっていう。この図式で全部捉えるから。 いろんな不都合というか何かこう争いであったり無駄な落ち込みであったりとか負のスパイラルがどんどん起きてくるんですよ。ああんかそれでいうと優劣で判断してしまってるってことですよね。で多くの人にもしかしたら相性が悪くて嫌われるってことは自分は劣っているのかもしれないと思うけど実は違って、うん、多くの人に相性が悪いってことは一部の人に強烈的に相性がいい可能性もあるってことです。うんそのまあ、多くの人って今見えてるかもしれないけど。うん 世界中全員ね調査したわけじゃないじゃゃなないいですか,、うん、か日本人にめちゃくちゃ合わない人とかっていうのもあるかもってことです、ね、そうそうそう,そうクラス全員から嫌われてたってそのクラスの何十人かの話であって私たちはその全て相性で成り立ってるので自分のレベルを上げれば人気が出るとかじゃなくて相性のいい人と出会うから人気者のような感じがするというみんなからるこれお商売とかもそうなんですよね。 相性のいい、まあ、お客様であったりとか自分を理解してくれる自然と理解し合える人とどう出会っていくかが問題であって、うん、そのどうにか好かれなきゃっていうふうに自分のレベルを上げればっていう話では実はない,ですよ、ね、いやおも面白いですねでもこれあの人ってなんか感情いろんな感情あるけど怒りとか悲しみとかマイナスの感情って見ないようにしがちですもんね。 その嫌いとかっていうものも含めて自分だと思ったら、その嫌いを感じている自分も受け入れてあげると、そうなんですよ。いいということですよねそすよ。そう、この嫌いっていう感情が非常に愛と平和に役に立つということを三十日お話します。あ <laughs> <laughs> とこれなんか今のね、どんどんその。 人間関係が複雑になっていって、うん、あとはその周りからの疎外感を感じている人も多い、日本人だからこそ知っておいた方がいい考え方って感じですよね。うん、そうですね。日本は特に、ま、個性よりも点数っていうね、ちょっとこう文化みたいなのもあるので、余計だと思います。いやちょっと大島さん、これ30日また楽しみですね。新しい扉が開きそうな。な、ね、なんんかかちょっっとやっぱり俺もなんかその ただから確かに何かそのい,やいろいろ考えさせられちゃったねなるほどなあっていうか、うん、そうかでもなんかすごく救われる人たちがいっぱいいるだろうねだからそれ、うん、それによってね、うん、いや確かにいやそうですよね嫌われる勇気って言葉もありますし、ね、うんまあどうしても、うん、やっぱり学校でねああいうふうに点数をつける 毎日点数で評価される毎日をやってたら自分の性格とか人としての人間性みたいなものにもきっと点数があって点数を高くしなきゃいけなくてこう精神的優等生になれば周り、まあ、とうまくいってっていうふうにやっぱ思っちゃうのはもちろんそうですよねだけどその考え方が一番危険なうですよね誰からも好かれる必要ないってことですねそそそうそうそう,そう、うん これちょっと当日またですね、掘り下げて、うん、あの琴美さんの伝えているステップとか重要なポイント、そういったところをお話ししていただけたらと思います。はいます朝までコースでいきましょう。すごいね、人気の大学、いよいよ朝までコースも始まっ, <laughs> そうだったテまビ <laughs> いやすごいことになります。みんなこんなになるから、いっぱいメモしてる。<laughs> <laughs> <laughs> いやありがとうございますではですね、はいすえー、10月の30日ですね人生全体が覚醒する人間関係の極意というテーマで、はい、水橋琴美さんにお話し,していただきますので今日もですね見て、はい、いただいている皆さんそして琴美美さんありがとうございましたありがとうございました概要欄に詳細ありがとうございます <laughs>